注意欠如多動症は自閉スペクトラム症と並んで発達障害に含まれる代表的な疾患の一つです。英語の略称である ADHD という呼び名の方が一般的かもしれません。 ADHD と診断される人は子供だと大体20人に1人ぐらい、大人ではその半分くらいとされていて、男性に多いと言われています。 ADHD の人が大人になると減るのは、多くの場合で ADHD の特性が成長とともに薄まっていくためです。ADHD の主な特徴は多動性、衝動性、不注意さという3つの性質です。多動性は落ち着きがない、じっとしていられない、すぐいなくなる、そわそわしている、いつも何かいじっている、姿勢が崩れやすいなどの実際の動きの多さだけではなく、おしゃべり、想像しといったところにも現れます。衝動性は待てない、我慢ができない、考えずに行動するといった抑えの効かなさとして現れますが、これが社会生活の面では相手の都合を考えない、周りが見えなくなるといった、いわゆる空気の読めなさとしても現れます。衝動性が興味の面に影響すれば目移りする、飽きっぽいという特徴となりますし、気持ちの面に影響すれば調子に乗りやすい、気持ちが高ぶりやすいという特徴になります。不注意さは主に集中力がない、気が散りやすい、ぼーっとしやすい、話を聞けない、忘れっぽい、うっかりが多いといった現れ方をしますが、整理や片付けができない、面倒くさがりといった行動面の特徴として現れることもあります。このように ADHD の特徴は様々な現れ方をしますが、それらの背景にあるのは強い刺激に反応しすぎる特性と考えておくと分かりやすいと思います。強い刺激が来るとすぐに反応して行動してしまうために、多動性や衝動性が現れ、強い刺激に気を取られてしまうので不注意さが出やすくなるということです。なお、この強い刺激というのは見慣れないもの、珍しいものなどの外からの刺激もあれば、好き、やりたい、欲しいなどの心理的な刺激もあります。また、強い刺激に反応しすぎる特性は、それよりも弱い刺激に対しては反応しにくいということにもつながるので、飽きっぽさ、面倒くさがり、勉強などの嫌なことへの集中しにくさなどにもつながることになります。ADHD というと集中が苦手なように思われるかもしれませんが、それはあくまでも嫌なことややりたくないことの場合で、強い刺激には反応しすぎるくらいなので、本当に好きなことややりたいことには人並み外れて集中します。その時に声をかけても反応できないくらいで、これを過集中と言ったりします。好き嫌いによって取り組みに極端な差が出るのも ADHD の人の特徴の一つです。ここからは ADHD の特徴が各年代でどのように現れるかを見ていきます。まずは乳幼児期ですが、同じ発達障害でも自閉スペクトラム症では早期発見のために乳幼児期の特徴の重要性が高かったのに対して、ADHD では乳幼児期の特徴は診断上あまり重視されていません。もちろん ADHD でも乳幼児期には多動性や衝動性が強く見られ、例えば一緒に外出すると外出先ですぐいなくなってしまうとか、車のドアを開けると周りを見ずにいきなり道路に飛び出してしまうので危ないだとかはよくある話です。ただ、一方で多動性や衝動性は一般的な乳幼児でも特に男の子だと多かれ少なかれ認められます。また、不注意さについて言えば、そもそも乳幼児の子供の注意力はそこまで高くはありません。もともと脳の発達を考えると、6歳くらいまでは自分を抑える力や周囲に合わせる力が十分に身についてこないので、小学生くらいにならないと現れている多動性や衝動性不注意さが ADHD 特性によるものなのかどうかを判断するのが難しいのです。また、小学校に上がる前はそもそも整然とした環境で周囲に合わせて行動することをそれほど強く要求されないので、その子の多動性衝動性不注意さがどの程度適応性に影響するかを評価することもできません。その点から考えても小学校に入学した後でないと ADHD とはっきり診断できないことになります。ADHD の特徴がはっきりと現れてくるのは学童期で、ADHD の診断記事を見ても明らかに学童期における状態像を典型例として作られています。学童期に ADHD の特徴がはっきり現れてくる理由としては、周りの子供たちが年齢的に落ち着いてきて、周りに合わせて行動できるようになる中で、そこからはみ出してしまう ADHD の子供の行動が目立つということもありますが、そもそも学校という整然としていて周囲に合わせて行動することを強く要求される環境に、ADHD の特性が馴染まないという学校環境への不適応さという要素が非常に大きいように思います。そのため、学童期の ADHD の特徴というのはイコール学校環境への合わせにくさと言ってもいいでしょう。多動性のためにじっとして授業を受けられず、衝動性のために周りの人たちに合わせられないといった具合です。
忘れ物が多い、物をなくしやすい、話を聞けないなどの不注意さも実際には認められますが、多動性や衝動性に比べると学校適応上の問題となりにくいので、学童期に不注意さを主として医療につながるケースは稀です。ただ不注意さについては、つまずく、転ぶ、高いところから落ちる、不用意に飛び出す等による怪我で整形外科にお世話になることはしばしばあります。なお女子の場合、男子と比べて多動性や衝動性が強く現れにくいので、学童期に問題となってくるケースは男子ほどではありません。学童期の ADHD の特徴が学校環境への合わせにくさだと考えれば、学習面での問題はやはり避けて通れません。自分の興味がない学習に取り組むというのは ADHD の人が最も苦手とすることです。 ADHD の人では集中できなさ、面倒くさがり、飽きっぽさ等の特性によって、例えば長い文章だとちゃんと読まない、漢字の書き取りなどの反復練習をやりたがらない、パッと見で判断して見落としが多いなど、学習への取り組みが悪くなりがちになります。学習への取り組みが悪ければ、他の子供と同じように勉強しているように見えても学習の定着が悪くなるため、結果として知的能力に問題がなくても学習の遅れが認められやすくなります。これはまさしく学習障害、最近の呼び名では限局性学習症の状態であり、実際 ADHD と限局性学習症は合併しやすいと言われています。ADHD の特性のうち、多動性と衝動性は12歳頃を境に軽減されていきます。これは脳が発達して機能的にも構造的にも大人に近づくことで、自分をコントロールする力が強まることと、思春期に入り周りを意識して周りに合わせようという感覚が強まることによります。ただそうは言っても、 ADHD でない人と比べると衝動性や不注意さが特性としてある分だけ、周りに合わせる力は弱いので、振る舞いの子供っぽさはしばらく残ります。感覚的にはマイナス 1,2 歳といったところでしょうか。不注意さについては、忘れないように、あるいは見落とさないようにするためのスキルを身につけられているかどうかの問題も大きいため、 ADHD の特性の中では成人しても残りやすいものと言えます。最終的にはおっちょこちょい、そそっかしいなどの性格特徴の一部となってしまうことも多いかと思います。女性の場合、成人してから事務処理、金銭管理、家事など細かい仕事を継続的に要求される場面が増えるため、かえって成人後に適応上の問題が生じてくることもあります。ADHD でも社会参加がうまくいかない場合には、二次障害と呼ばれる不適応感から来る二次的な精神面の不安定さが現れてくることがあります。 ADHD の二次障害としてしばしば見られるのは反社会的行動で、衝動性の強さが他者への暴力につながり、そのことで周囲から浮いてしまうことによる孤立感がさらに他者への攻撃性を強めるという悪循環から生じてきます。ADHD の人では衝動性や不注意さから失敗体験や叱責されることも多く、自尊心が下がってしまうと鬱や不安が現れることもしばしばあります。また ADHD の人の熱中しやすさは、依存症中でもギャンブルやゲームなどへの依存に親和性が高いとも言われています。こうした二次障害に陥らないようにしていくためにも、経験や学習を積み上げて適応性を高めることは他の発達障害と同様に重要なことです。そのための対応法や工夫の仕方については、また改めてお話をしたいと思います。